イテム番号。SCP-18 オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-18 は特殊金属性高速つぶさに収容し、それを重合成繊維製の詰め物で裏打ちした1メートル ×1 メートル ×1 メートル寸の箱に入れて封をしてください。箱に封をしたら10メートル ×10 メートル ×10 メートル寸のポリエチレン製貯蔵タンクの中央に沈めてください。もし SCP-18 が貯蔵箱から自由になったら、ポリエチレンベースの、ネバネバ、がその運動力を十分に低減させるので、収容職員は適切に回収を行います。SCP-018 貯蔵室に入る職員は特殊被膜、SCP-018 観測の中で発見されたものです、と酸素マスクをポリエチレンタンクに潜る前に着用してください。もし SCP-18 がポリエチレンタンクの外に解き放たれた場合には、職員は別の部屋に退避し、収容チーム到着までの狭間 SCP-018 を隔離するために出入り口やハッチを閉じるよう勧告します。説明。SCP-18 の見た目は1969年はアムゼロ社製スーパーボールです。直径は 6cm で赤色をしています。社がアムゼロの購入した倉庫の清掃を請け負った際に発見され、大変な高さまで弾むところが注意を引きました。最初は愉快な子供向けのおもちゃと思われたのですが、SCP-18 が弾む際の効率は 200%、つまり、1メートルの高さから落としたら2メートル弾み、そして4メートル、8メートル、16メートルと、以上だったのです。ボールはすぐに危険な射出物へと変貌し、スピードはおよそ 100km 毎時までに達して建物に損害を与え外の住人5名が負傷しました。数日の地には湖畔で休止状態に入り、SCP 職員の手で回収されました。物体があまりに速く、また犠牲者が完全に動転していたため、隠蔽ストーリーは一切必要ありませんし起動もされていません。文書、18-4-O-5 への伝言。万事順調会。私が今こうして書いてるのは、もっと効率よく新規の SCP 対象や逃走した SCP 対象を回収する手段を見つけたと信じてるからだ。ああ、私だってわかってるさ。リバースエンジニアリングが全く進んでいなくて何のおかげでこいつが圧力学法則に反抗できているのかさっぱりだけど、でも思いついたんだ。とても有効な手段があって。これを新しいスクパゴアーマーのどれかに統合できるってね。ちゃんと読んでくれよ。ブーツの底に仕込んだり、ちょっとした機械式装置を取り付けたら、ほら、じゃん、ビルも飛び越えられるようなスーツになるぞ。その上、もし着用者が足を死んで欲しい奴の方に向けたら、もう、超すごいキックをお見舞いとしか言えないね。既存のスクパゴスーツの改造許可さえもらえればいいんだ。そしたら実際とか、それから他の逃げた SCP 対象だって捕まえられるようになるんだぞ。信用してくれ、がっかりさせたことなんてないだろ。博士。文書、18-6博士への手紙。博士。割り当てに従い、エージェントは SCP。回収に際し君が改造したスクパゴアーマーを支給された。そして結果は何とも言えない。エージェントはの首輪を SCP にはめることができた。アマゾン内を追跡し、バラバラにして無力化することもできた。だが、君の小さな機械式装置が不正動作をしたせいで、帰還時に彼は空に1マイルほど打ち上げられ、湖水面に打ち付けられて両足骨折、7本の肋骨骨折、片腕損失、頭蓋骨折といった負傷をした。君のアーマーに一般使用認可を与える前にそこのところを修正してもらおうか。文書、18-11-O-5への伝言。心配ないさ、修正した。でもね、まだアイデアがあるんだ。SCP-06 から取った水と SCP、あとできたら SCP の使用許可がもらえれば、君にお届けしようじゃないか、スクパゴアーマー一式。そしてどんな、とはいかないかもしれないけど、凶暴だったりまだ捕獲できてなかったりな SCP でも捕まえられるエージェントをね。いい返事を待ってるよ。